언니가? 前回は、あ、ちょうど1年前じゃん。やばい、コロナのせいで外で食べませんね。うん、うまい。熱い？もちろん熱いよ。ちょっと熱い。 お待たせいたしました。ご注文の準備持っていきます。扉閉まります。乗車中、常に座ったままでお願いいたします。大丈夫。わー！
楽しみ。よいしょ、座って座って、はい、座ってねって。箱根となんか似てるね。あ、ロープウェイ、ロープウェイライフ。音楽もちょっと盛り上げてるよ。出発！出発！おおお、早く。どういう顔？なんとも言えない。わあ、すごい、面白い。気持ちいいね。片道で十分だね。怖くないの？急に傾いたよ。あ、撮ってやんな。コラのあの中最高じゃん。どういうこと？貸し切りなのがまた高ポイントで。あっという間に戻ってきたよ。どうでした？いや、横浜いいね。やっぱり田舎よりはいいよ。田舎に住みたいって言ってさ、結局都会に来たら都会に住みたいってさ、やさまた田舎いたら絶対田舎住みたいって言うから、本当にいや、乗れてよかったわ、最後に、ね、気持ちいいよね。なんかね、いつもと違うし、景色も。そうね、うん、じゃあ今からはちょっと手土産買わないとな。どこ行っちゃおう。